んにちは。というわけで今日はね、寒くなってきましたから熊鍋にしましょうか。まあ、熊うまくないんだけどね、僕地元北海道で食べたことあるけど臭いんだよね、野生味が。まあ絶賛絶不調のグリズリーズですが、今日出場選手発表されました。レブロンとエディが直前まで出れないかもしれないねって言ったんだけど、出ることになったんですが、実はね明日もキングスあるんでバックトゥバックなんですよね。だからあんま出てほしくなかったけど、まあ出るということは勝たなければいけないです。で引き続きこの欠場者ですね。バンダビに関してはもうすぐ出れるって噂が出ました。早ければ今週末とかかな。今日はお休みというところですね。早速注目ポイントなんですが、デズモンド・ベインめちゃくちゃ好調です。やっぱジャが出ない以上は彼がメインスコアラーとして来ることでしょう。でそこに対して今日プリンスもスタメンなんだけど、俺はレディッシュの方が合うんじゃねえかなと思いましたね。前の試合もシャープにめちゃめちゃいいディフェンスしてて、これシューティングガードタイプの、まあ、スモールフォワードもやってるけど、スコアラーに対してレディッシュの方が俺は相性がいいかと思います。2つ目、ジェジェジェを怒らせたら勝ちですね。はい、彼怒りっぽくてよくファールもします。テクニカルも吹かれてました。ちょっとあれはかわいそうだったけどな。そこに、はい、昨シーズンプレーオフで頑張ってました八村が効くんじゃないですか。八村をジェジェジェにつけてヘルプアンカーで AD を置くディフェンスを今日頑張って引いてほしいですね。3つ目、ふけ顔ティルマンがうざいですね。はい、ティルマンが直前まで怪我で出るか分かんなかったんですけど、出るというところで、このティルマンが意外とレイカーズにはちょっと効くんですよね。スモールセンターやってくるんですけど、で、レブロンなんかも割と止めれるぐらいのガタイしてるんで、彼のディフェンスっていうのがちょっとレイカーズ的には懸念かなと思います。まあでもこのジェジェジェをファールアウトさせちゃえば、このティルマンが出ずっぱになると思うんで、そしたら AD で攻めればいいって感じですかね。はい、というわけで、今現在総合収支はプラス約1000円でございますね。まあ、5勝5敗なんでね、そんなもんでしょう。本日こんな感じでかけました。で、俺は今日はレディッシュの役目が多くなるんじゃないかなと思ってディーローにかけるのやめた。ディーローが最近クロージングで出てなくて、今日の試合もおそらくレディッシュの方が使われるからディーローとして伸びないんじゃないかなと思いました。他はなんかまあいつも通りかな。 AD だけ3000円かけたんで頑張ってください。というわけで第1クォーターからいきましょうか。はい、第1クォーター見終わりましたが、いや素晴らしいっていうか、まあグリズリーズが弱いね。本当にディフェンスもリバウンドも揺れるすぎて、レイカーズのいろいろなオフェンスパターンをやらせていただけるっていう感じだったね。まあその中でも前半は AD& レブロンのピックアンドロール、現状レイカーズの最強オフェンスオプションってこれで、4クォーターとかになんないとなかなか切らないんだけど、今日はもう最初から圧倒しようってことで、ここでかなりリードを作りました。ただ終盤に乱闘みたいなのあったね。まああれは AD 悪いね、絡まっただけでバーンっておっしゃったからね。はい、それで相手にテクニカル与えちゃったりとか、八村もね今日得点第1クォーターからすごい良かったんですけど、ちょっと不運なフレグラントファール、足入れちゃったんかな、スリーポイントファールとかもあって、なんやかんや26点取られたんだけど、それさえなかったら22点ぐらいかな。全然ディフェンスも悪くなかったです。ていうかグリズリーズスリーポイント外すぎだからね。ケナードとか何しに来たって話なんだけど、でその中でも、まあ、デズモンド・ベインだけは調子いいなって感じしたよね。まあここを第2クォーター以降抑えるのが注目だと思います。というわけでグリズリーズさんこのまま勝たせてほしいですね。素晴らしい。まあもう勝ったでしょ。はいはいはい。まあちゃんとね解説しますけど、八村さんね、ちょっと第2クォーター序盤は不運なターンオーバー、あこれライン割ってるんやみたいなあったけど、グリズリーズがもう勝手にファールしてるからフリースロー稼ぎでね。はい、八村さんの得点はもう第2クォーター時点で僕のベッティング達成しました。おめでとう。ただまあちょっとね、やりすぎてしまうと他の選手レブロン、 AD、 リーブスの得点がねまだ達成できてないので、ちょっとやりすぎないんだけど注意お願いします。でレディッシュやっぱディフェンスも今日3ポイントもめちゃくちゃいいです。でただベインのディフェンスがレイカーズ良くなった代わりに、ある球に多少スリーポイント入れられてしまって、第2クォーター中盤から、グリズリーズにスリーポイントはちょっと入れられたから25点取られてしまったけど、まあ、結局、リバウンドは取れまくれるし、相手さんのディフェンスは一向にきつくならないしで、めちゃめちゃやりやすくさせていただきました。で、第2クォーターが終了したんで、追加投資してきました。まあ、先ほども言ったんですけど、このままね、3クォーター途中とかでガベージ行くと、レブロン AD が出らんくなるから、やりすぎないようにしてほしい。で、あと、もう、勝率がもう 1.3 倍とかで、もう、ちんち渋い。4000円かけてもう1200円しか儲かんないみたいなところだったから、レイカーズの合計得点130点にかけてみた。いけるっしょ。今の段階で74点取ってんだよ。あと56点ですよね。はい。だからまあ、最悪ね、ガベージとか行って、AD とレブロンの得点が伸びなかったとしても130点超えてれば俺爆儲けするから。というわけで第3クォーター行きましょう。いや違う、ちょっと待って、いやいや、ちょっと待って、いや全然勝ってんのよ。107対86なのね。レイカーズ21点リードで、まあ危なかったけど勝てるかなみたいな内容だったんだけど、違う、ちょっと待って、ディーロお前ではない。お前に今日かけてないのよ。スマートとベインがいるからディーロどうせハンドル潰されんだろうなと思ってかけてるんだけど、ディーロ24点取ってんのよ。お前じゃね、お前に全くかけてないし、レブロンとリーブスと AD の得点が伸びてねえんだよね。ディーローが得点しすぎちゃって。ちょっと待って。そしたら、試合には勝てるから、130点もいきそうじゃん。追加投資したからね。そこは帰ってくんだけど、得点3人にかけてるから、逆にプラマイ0くらいになる。マジでやめて。せめて、あと2人クリアしてほしい。だから、グリズリーズ頑張れ。俺もめっちゃ応援
応援したと思うんですよ。あ、ロディ、ロディ、頑張れ、1対1、お前が1対1、いや、頑張れ、頑張れ、みたいな。まあ、グリズリーさん、35点を取りはしたんですけど、きついよね。やっぱ、ロディとジェジェジェとかが、ビヨンボとかが、1対1してるチーム、勝てるわけないじゃん、うちに。はい。まあね、内容はね、そんな得点取れて良くなかったんだけど、もっちゃ頑張って。はい。というわけで、試合は多分勝てそうな気にするんですけど、僕のベッティングの結果、どうなったんでしょうか。いや、勝ったよ。全然勝ったよ。勝ったんだけど、レブロンと AD が出なくて、で、得点達成してなかったから、はい、終わりました。はい。リーブスだけ達成したんだけどね、後で話します。試合に勝った勝負に引き分けた。まあ、こんなもんでしょう。ほぼガベージでしたね。そのレブロンと AD 休んでて、セカンドユニット中心で、27対21で勝ったって感じかな。八村はやっぱガベージの鬼ですね。どっかの試合でも一回ありましたね。まあ、ガベージとはいえ、あれだけ効率よく得点決められるところをハム太郎に分からせてあげれば、メインの時間帯でも、ミドル1対1よく見たいです。ではまあ僕の敗因かつレイカーズの勝因の方いきますか。まず勝因なんですが、まあもうグリズリーズにとってスリーポイントなんてメインオプションじゃないんですよ。ルーク・ケナードとララビ・アルダマあたりはメインオプションになるかもしれないけど、それが効率のいいオプションかっていうとそうじゃないよねっていうところで、打たせまくった上で2クォーターは確かに入れれたが、それ以降は基本外させた。そこがでかいですね。じゃあその効率の悪いスリーポイント打ってもどうしようもないグリーンさん、何をしたかっつうと、ロディとジェジジェとビヨンボが1対1してたんだよね。そりゃ勝てるわ。うち負けないっすよ。ピヨンボ一体じゃん。マジで笑ったよ。まあだから、グリゼさんちょっとしょうがないんだよね。これはもう、なんかバカにしてる感じで、ね、グリゼさん申し訳ないっすけど、怪我人も多いし、ジャもいないしで、できることなかったと思うから、はい。まあここは素直にね、相手が弱かった、うちが強かったってだけですね。でまあ、スリーポイント、フランチャイズハイですかね。はい、新記録達成したっていうところで、まあ、グリズリーズ相手に決めたのは、当然だよねとは言いたいところだけど、これは他のチーム相手にもやってくれたら、今日みたいなスペーシングも良くて、攻めやすい効率のいいオフェンスを展開できると思います。僕のベッティングの結果の方なんですが、まあ、八村とリーブスは達成した。で、第2クォーターに130点オーバーのところにかけてなかったら本当に終わってた。AD とレブロンがね、こんなに早く下がると思ってなかったんだもん。いやー、素直に喜べねえ。これ難しいとこだよね。もう本当に途中でグリズリーズめっちゃ応援してたもん。まあ、試合に勝ったし、で、結局ね、プラス900円くらいなんですよ。はい。だから収支も今2000円くらいかな、約。まあ、次回もっと上手くやります。ここはね、僕がひどかったっすね。ほんと、ディーローとレディッシュにかけておけば、もうちょっとマシでした。はい、反省します。はい、評価の方なんですが、ちょっとまあおふざけも入れますわ。レブ様ね、今日シュートタッチ良かったですね。今日ね、マジで最初にティルマンが出てきたらレブロンきついかなとか思ってたら、ティルマンガベージでしか出てこなかったね。いくらグリズリーズ3ポイント入んないとはいえ、ララビアとアルダマナ並べてくるんだったらマジレブ様のカモでしかないから、まあここはラッキーでしたが、得点いってほしかったー。リーブスね、まあ今日も別にグリズリーズがリーブスを狙うみたいな瞬間があんまなかったから、ここ3戦6マンにして調子がいいのは確かだけど、まあまだそれが効果的かどうか分かったよね。まあ何やともあれシュートタッチが良かったです。ディーローさん、いやごめん、俺信じなかった。俺が悪い。スマートとベインがいてここまでやれるとは思ってなかった。別にスマートとベインもあんまついてなかったし、はい、僕が反省したいと思います。 AD さん、いやージェジェジェをねいじめすぎましたね。あれを前半でねちょっとねいじめすぎたから後半もうあんだけリードしちゃったから、ちょっと今日はやりすぎましたね。まあ、何やともあれ最近出すぎていたので30分以下に抑えられたのはいいですね。八村さん、いや素晴らしいですね。結構もう八村俺の中でさ、ベッティングにおいて安定株なんだよね。コンスタントに得点取ってくれるし、ベッティングの基準も2桁いくかいかないくらいだから、これからも八村さんには安定してかけたいと思います。レディッシュ、いや今日も良かったね。本当に信じなくてごめん。次からかけるようにするわ。あとやっぱディフェンス素晴らしいね。デズモンド・ベインが苦しんでた。これからも相手シューティングガードぐらいの選手がスコアリングエース張ってたらディフェンスつけてあげたいですね。プリンスは久々にスリーポイント入って良かったですね。まあ今日は相手ウィングにもねエースとかがいなかったので、まあディフェンスであんま目立ってたわけじゃないですけど、この調子維持してほしいかな。ヘイズ、まあ今シーズン一番良かったんじゃないかな。ちょっとやっぱやらかしはするんだけど、いつもの悪い癖、イリーガルスクリーンとかシュートファールを犯さなかったので、それプラスかっこいいダンクもありましたね。今日のように AD を休ませられるような活躍を今後も期待したいです。クリスティはまあガベージがメインだったんで、かもなく不可もなく。マクスウェル・ルイスも同じかな。ただガベージで1個だけ、いやブロック2人飛ばれてんのに突っ込むなよって思ったシーンはありました。まあそこは経験で直していきましょう。まあ今日一番良くなかったのはウッドだけど、ウッドが良くなくても勝てるっていうのがめちゃくちゃいいよね。まあそういう日もあるよ。シュートタッチは水物なんで、ディフェンスとリバウンドだけ安定してもらえばって感じですかね、今後は。そしていいにしてる3人に関しては、いやまあ俺が悪いんだけどね。ディーローを信じなかった。AD とレブロンがやりすぎてはしゃぎすぎてすぐ下がってしまった。はい、僕が反省したいと思います。ただ勝ち試合なんだからベッティングも勝たしてくれよ。
で、今日はもう早々にね、グリズリーズがもう諦めてたというか集中力切れてたんで、まああんまり解説というか気になった点も薄いんですが、2点だけありまして、まあまず3クォーターの頭だったかな、あと4クォーター頭も、ちょっと緩みがあって、雑なというか、大味な適当な攻めを繰り返して、グリズリーズに若干のランを与えてしまったっていうのは反省したいですね。ちょっとここは緩みすぎました。引き締めましょう。ただ、俺も俺でめちゃくちゃ緩んでて、もうグリズリーズ3クォーターから応援してたからね、まあ結果応援した上でエリートレベルの達成できなかったからっていう話ではあるんですが、はい、もういいやいいや、次行こう。あとは、グリズリーズが単純にスリーポイント下手なチームなんで、その恩恵に預かっただけ説はあるね。だ今後、スリーポイントをバコバコ決めてくるチームと当たった時に、スリーポイントのディフェンスの強度をもっと上げていかないと上位チームには勝てないと思います。まあまあ、外させるプランだったと思うけどね。なんでここはハム太郎さんを褒めてあげましょう。あと、ペイントのディフェンスめちゃくちゃ良かったですね。AD だけではなく、ヘイズとか、他選手のローテーションで、相手はスリーポイントも外す、ペイントも攻めれないみたいな状態にしたのはすごく良かったなと思います。何はともあれ、3連勝、貯金1、6勝5敗。ええやん、ええやん。ここにバンダビとかゲイブも復帰してくれたらさすがに強くなっていくと思うよ。ここから期待していきましょう。はい、というところで本日もありがとうございます。で、もう明日ありますキングスバックトゥバックですね。どうなんだろうね。まあレブロンと AD は今日直前まで出れるかどうかわからなくて、今日結局まあ問題なく出ててはいたんだけど、まあシーズン長いですからキングス戦ちゃんと出てくれるかどうかにかかってますね。まあ出てくれるんだったらキングスはでもね、ちょっとね、フォックスも戻ってきてね、わかんないんだよね。で、控えだったキオンエリスとかもなかなか調子いいし、ちょっと怖いチームである。まあここは本当明日になってみないとわからないって感じかな。まああと若干相手強い方がオッズがね良くなるから、あ、キングスちょうどいいんじゃないですか。で、お知らせなんですが、先々週ぐらいかな、先週ぐらいかな、私、マッツンさんのチャンネルの方でライブ出させてもらって、で、今回は僕のチャンネルの方で、明日夜21時から飲みながらね、ライブしたいと思います。レイカーズのね、ランク空想レーティングをそろそろ調整したいなと思って、そこをマッツンさんでやりつつ、まあ、時間あったら他のチームもやろうかなと思ってます。で、まあ、マッツンさんが酔っ払ってくれたら、多分、第0巻歌ってくれるらしいんで、あ、嘘だよ。全然歌うかわかんないけど、はい、歌わせようかなと思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。それではまた明日お会いしましょう。さよならっす。メンバーシップ会員募集中です。登録者が増えて事業資金が貯まりましたら、私、国内に NBA の古着店や飲食店を開きたいと考えております。応援していただけるという方はぜひ入ってくれると嬉しいです。私と一緒に NBA バスケコミュニティを盛り上げていきましょう。